ああ、西森先輩と花火大会、めっちゃくちゃ楽しみやな。玉やー、鍵やー。やっぱり夏といえば花火大会やで。花火大会やで。私花火めっちゃ好き。いい夏の思い出になるわ。ワクワク。ワクワク。脇草。ワクワク。<laughs> <laughs> そういえば、え西森先輩遅いな。<は>もしかしてまた来ないとか

ちょっとなごめんなあのー、ほんまにごめんちょっとあの用事がはいちょっとあのパーツが新しいパーツがレアなパーツが入って、ね、うんちょっとそれを今晩中に組み込みたいなと思ってはあ何、うん、ですか今日じゃなくていいでしょうちょっとキャンセルさせてもらって楽しみにしてたんですよ。うん、いや俺のの方が楽ししみにしてたからこのパーツ,<は>パーツ こっちですかいやほんまにごめんねほんまにでもいいやろあのちゃんとあの謝りに来たんやからな断りに来たからまた埋め合わせはまたするからその新しいパーツついたバイクでいやバイクじゃなくていいですけどうんドタキャンには変わりないじゃないですか何やねんこのおっさんしばき回したろかどっつき回したろかかっこいいますぞこら理由を言え理由をちょっとあのこんなテンションで もう、花火大会行っても、この、な、ちょっとあれやろしばき回したろうかとかも言われたし。はい。うん、だから、ちょっと、もう、ほんまつまらんともう、もうテンション下がってるでしょ、俺。うん、はあ?。ご,ごめん、ごめん。意味わからへん。はい、こんなんテンションにしたの、誰のせいやね。ん。はい、お前やろうん。な、どつきますぞ。う<わ>あんま視聴者超えとったら、しばきますぞ。<笑><笑>